はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はメカニクスサクチャレをやっていきたいと思います。投手でやっていきます。で、まあ、自分はね、経験点1万ちょっと出してもう更新できそうにないので、まあ一応こんな感じでやっていきましたという、まあ、動画になりますかね。で、今回に関してはちょっとモテモテがあるので少しアドバンテージがあるかな。で、デッキの方は、思想の丸1 と、ほとんど同じなんですけれども、彼女枠がはるかちゃんに変わってます。で、思想の時はね、京子ちゃんがデビュー当時だったんで、ちょっとね京子ちゃん、使っていきたいと思いまして、あえて京子ちゃんを入れてました。で、ただ、デッキ的にははるかちゃんを入れた方が経験点は伸びると思います。野球マン1号とのコンボがあるので、まあ、野球マン1号、使っていくのであれば、はるかちゃんを彼女キャラに、した方がいいと思います。じゃあやっていきましょうと言っても、まあ例によってあんまり変わらないんだけどね。まずは評価上げ等から始まって、友沢ね、ポーカーフェイスが割と潰しやすいんで、最初の方に来ちゃうともったいないかな。で、ただポーカーフェイスと野球マン1号の、投手がね被ってるんで、まあ、どっちかはねレベル5で抑えておいて、どっちかをまあコツとして取るという方向がいいと思いますけど、これはどうしようか。ルナサナ、まあこっちかな。やっぱりコツだよね、打たれ強さで。はるかちゃん11上がるのか。はるかちゃんはね、まあ、今回モテモテがあるから大丈夫だと思うんですけど、少しね評価を気にしてあげないと、最後にねエピローグ経験ってマックスでくれない可能性が出てくるので、井戸端がね起こらなければいいんですけど、まあ、井戸端が起こらないことなんてほとんどないんで、まあ、そこはねケアをどうやっていくか。ここは29でかいね。コツがあるけど、ルナちゃん、サナちゃん、友沢3人いるんで休息でいきましょう。あとはねこの編成だとやっぱりどれだけ変化球タックが来るかっていうところですね。3タックがねちょっと来てもらわないと厳しいんだよね。 15% こういうのもね、まあ、攻めたいといえば攻めたい。まずはこの獲得量アップを狙っていきます。で、次に下の上昇かな。あとここにね変化球練習レベルプラス2があるんで、これもね結構でかいんですよね。最初の方でも変化球レベルが上げられるんで、15%、まあ、こういうのを攻めていきましょう。OK、まあ、サクチャレはねやっぱり多少の攻めが必要になるんで、これはあれか、監督の評価を上げていきますかね。で、メンタルを見る、何にもない。さすがに無理か、攻めすぎたな。あとね、葵ちゃんのねイベントがまあ微妙は微妙で、はるかちゃんと葵ちゃんのコンボですね。で、これはね両方とも成功失敗があって、下だとジャイロボール、上だと緩急のコツを取れるんですけど、ときめ候補だとねモテモテがまあ不確定ではあるんだけど、取れる可能性があるけど持ってるからホラーにしようで大丈夫そうだね。これはなんかね怪しい、ちょっといかがわしい感じの話になってくると失敗なんですよね。ここはまあメンタルでもいいんだけど、どうしようかな。メンタルにしとく。これはもらっておいて、獲得はプラス1しておいて、お、変化球ブースト。やっぱりねこのランダムマスで何が来るかっていうのもかなり重要なんだよね。15 15、ここ3人いるね。で、今度は下の上限アップ、これですね、これを狙いに行きます。スタミナがねどうしても経験点低いんで、
って告白。サナちゃんが来たけど本当はねルナちゃんが来てほしいんだよね、クリスマスは。うん、タックルナ、体力ないからコツを掴んでいこう。もう打たれ強さは取っちゃいます。低めも取っちゃいます。少しでも経験点にする。まあ、はるかちゃんもね本当はできれば来てほしいんだけど、いつもさここさ体力と精神が下がるんだけどさ、どんなイベント内容なので、これでね打球反応が取れて打球反応を潰せるんだけど、うーん、ロジカルマップ、いいや、これブーストかけよう。守備ブースト、まあ、人数がマックスでいるときはかけちゃっていいと思うんですよね。11ルナ、まあやろう。ルナちゃん告白来てくれ。満タンになった、来ない。スタミナ29、野球マンと風なぎがまだか。でも29美味しいよね。ちょっと30でこれを取ってって、変化球ポイントか。ま、友沢が乗ってないからロジカルポイントを取っていきましょう。で野球マン、まあ、体力があれば経験点を狙いに行ってもいいんだけど、やっぱりこれだね、風なぎがね怪我しにくさを持ってるんで、ここで1を掴んでおくとだいぶ楽になるかな。ってか満タンになりすぎるな。これは経験点を取りつつ右へ進んでいきましょう。ここあれコツって今どうなってんだっけ。ポーカーフェイスが3か、ちょっと厳しいな。いいや、一回しょうがない。あ、待って待って、緩急は取る、緩急は取っておこう。せっかくさっきコツを掴んだんで。で、はるかちゃん評価投資、まあ、しょうがない。これは一応はるかちゃんは乗ったは乗ったよね。さてちょっとデート進めていきましょう。デートも結構詰まるんでね。で、さなちゃんはデート4回、ルナちゃんはデート3回で OK ですね。これ一応検証したんで、まあこういうのは早めに起こってくれた方がいいかな。おー、また微妙な感じだな。これちょっとサナの評価が高いな。どうする、はるかちゃんちょっと一回上げとく。できればねサナちゃん以外の人が来てほしい。ここはルナちゃんの評価上げとこう。これ大丈夫だよね。よし、 OKOKOK サナ勝てもサナでもマックスだな。これどうなるんだ。サナちゃんはなどうしても経験点が下がるからね、まあ、練習するでーすって言って貢献はしてくれるけどまたいるな。ちょっと諦めるか、まあ、練習で貢献してもらうか。アグレッシブはるか、これは安定でいこう。これめっちゃいるね。あー、スタミナがある。友沢、友沢取っちゃうか。じゃあポーカーフェイス、ポーカーフェイスを取って投資は5で置いておこう。よし、まあ、そんな流れで上昇を掴んで上限か。もう一回ね上限を開けたいんだよね。ただランダムで開けないといけないんで、55のねマスがあるんで1個、その経験点をね取っておきたいんですよね。60マスもあるんだけど、60はさすがに無理でしょうっていう。コントロール、風なぎがまだなのか。ここはじゃあちょっと
上の方を目指していきます。なんかいざとなった時にね、回復して練習したい時があるんで、気分転換で結局ね、サナちゃんか、しょうがない。まあ、ないよりはマシ。どうしようかな。30か。どういう感じになってる？ 1、2、3、4、5人。メンタルブーストって1個。メンタルブーストは1個か。この辺の精神をちょっと1個取っておいて、消化しよう。こっち。野球が上手くなりたい。体強。めちゃくちゃ下がるんだけど。ひどくね？もうどうしようかな。ブーストかけちゃおうかな。いやー、ちょっといいや。こっち取ろう。ルナー、ルナー。来ない。バレンタインはルナが欲しいね。はるかちゃん、いやここも人がいっぱいいる。こっちへ進んでいくか。左の技術を取りに行きましょう。タイピン、タイピン、タイピンと。なんかいいの来い。うん、ブーストで、ルナどうなってんだっけ。打球反応はもう取っておいて、根性を取ってジャイロボール取ろう。これでどっちが来ても大丈夫。あ、スタミナブーストかけてもよかったけど、ブーストをかけられるあれがあったかな。結局精神か。でこれも安定でいきましょう。漫画、はるかちゃんもいるね。 1、2、3、4。 どうする、もうこういう時かけちゃおっか。使えるときに使う。で変化球に関してはやっぱりタックが来たときにやっておきましょう。で糸端が来るとね、モテモテが剥奪されちゃうんで、それまでにね、はるかちゃんの評価を上げきっておきたいんですよね。まあこれで葵ちゃんのイベントが終わりましたと。まあ、伸びはあんまり取らないかな。ワンタック、まあ、プラスコツが来てるんで、まあ、これで大丈夫でしょう。まあ、葵ちゃんがね、どん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 体力削ってくるんで。友沢一波、まあでもワンタックだからね。どうしようかな。ブーストってわけにもいかないからな。これはバレンタインサナちゃんか。バレンタインサナちゃんってどうなの。あんまり、まあまあまあ、でも経験ってくれる方ではあるね。タックか。ここがちょっと邪魔だな。取るものがなくなってきたぞ、これは。コツをちょいちょい取りますかっていう話になってくるんだけど、45ポイント不足。いいや、ちょっとやろう、普通に。で、ここは、もう取るものは取ったんだよね。でここも回復しておこう。エレキ真ん中。どうだ、ワンタックか。まともざわ、14。
22か。いや、これは結構美味しいからな。この変化球ポイントでも取っとくか。じゃあちょっと待って、少しポイントを揃える。コントロールはじゃあ C くらいにしておいて、変化球を覚えていきましょう。まあ普通にフォークでいいかな。5で2球打ち目カーブ、まああんまり考えずに。スカウト3、これどうしようか。なごみちゃんポイントをちょっともらっておきましょう。9、22デートしよう。ルナマジ何やってんだあいつ。てかルナに告白する男か、あいつが勇気を絞らなくては。これどうする。まあ回復しとこう。結局満タンまで来たな。ワンタックだけど他のいろんな人が絡んでるね。どうする、これ一回使っちゃう。ブーストここにもあるし、使えねえんだまあいいか。はるかちゃんの評価はもう全然いいね。上がりに上がりに上がっていく。告白も来たし、はるかちゃんはデートする必要ないかな。これルナも来た。メンタル、うわー24。メンタルってブースト使っちゃったっけ。使ってない。これはここでやろう。オーライトデック、イベントはだいたい完走できるかな。前にあと4プラスコンボが2つ。コンボがどっちだか分かんないけど、コンボ前かな。風なぎもうブーストは使っちゃってあるからね。この筋力って45か、ま、取りに行くのはありだよね。よし取りに行こう。てか少し精神が溢れそう。あーこれ使っておいてもよかったな。リリーフか。20くれるからね、勝つと。まあ、勝つとだけど。何覚えてたの。カーブか。やっぱね、スリータックよ。スリータックが来ないと厳しいんだよな。スリータックプラスブーストみたいな。2回できたからね、3タックブーストがかなりでかかったんだよな。3タックブースト2回のダブルタックブーストが1回みたいな。やっぱりね、ある程度のそういう運も必要だよね。まあ回数を重ねていつか来るのを待つと、まあ、俺のデッキだともう特攻のね、ギャー1点取られた。パーセンテージはもう増やせないんで、ガチャを引いてももう無理ですね。増やしたい人がガチャにいないんで。今のところでいくと風なぎかさなちゃんのあれを上げないといけないんだけど、もうそれはもう無理だからね。やっぱな、風なぎプラゴになってなかったのかな。ちょっとでかいよな。やっぱ下がったかこれひどいよな。なんもない。ただスタミナがブーストかけられそう。スタミナブーストかけよう。使えるときに使っておこう。まっすぐ開かないね、まっすぐ。友沢、これは回復するかどうするかって言われたらちょっと上限上げとこう。
4月に入ったね。球速か守備か、悩むな、悩むね。ちょっと一回ルナを消化しておこう。どうだ、ワンタックか、あふれるかな。いや回復しとこう一回で、タックと、まあ、これもね成功失敗あるからね。はい失敗した。変化球2人、野球マン1号が絡んでるからな。いやこれ1回使っちゃおう。下にもブーストがあるし、あふれるものはなさそうだよね。あの下はちょっと3タック用に取っておきたいよね。コントロールがあるけど、ここはルナデートで体力を持ってきましょう。でやることがなくなったらルナデートで完走すると。あ、来た、モテモテではなくなった。ここでちょっと評価を戻します。ちょっとだけ。コントロール、どうすっかな。ブーストかけるか。マップを開けるのも重要だからね。てかまた変化球ブーストきた。まだ大丈夫。やる気がマジでやる気がない。おー何も来てない、まあ、微妙といえば微妙。これはちょっとデートを進めていこう。一回回復させよう。はるかちゃんどうかな、練習しとかないと厳しいよね。でサナちゃんに関してはなんかこの後のなんか恋人になったよ的なイベントをしないといけないっていうのがあるんで。あれスタミナブーストってまだあるか。いやかけよう。かけられるときにかける。いいね140。掴むね。変化球、ダブルタックか。野球マン1号がいてくれればな、よかったんだけどな。まあブーストはただかけられない。かけられるか。いや3タック、こっから2回は無理だな。ダブルタックが来た段階でブーストをかけちゃおう。まあ人数も4人いるし、イベキャラ3人いるからね、まあ、プラスの値は悪くないかな。そろそろちょっとさばかないと、また溢れそうだね。ちょっと待って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 、変化球カーブカーブカーブ、もう一個覚えとく。スライダーでも覚えとく、無難に。で俺的にはやっぱり復活は欲しい。変化球が10になったな。何が来てる。あー野球マン1号か、まあ、ただワンタックだからね。野球マン1号がね絡んでくれると変化球がだいぶ伸びるんだよね。でサナちゃん回復しよう。はるかちゃん1回練習しとかないとちょっとやばそうだな。モテモテがあってこれだからね。これねどうしようか。
この変化球ブーストまで持ってきたいんだよな。どう持ってく？今どこ使ったんだっけ。これ使ったのと使ってないのが分かんないけど、これ使ってない。こっからこういく、まあいいや、こっからこういこう。怪我怪我か。ワンタック、ワンタック。はるかちゃんどこにいる。ここか。いやールナをもうちょっと終わらせておく。ルナ終わらそう。け、終わんなかった。出たー、マジかよー。ちょっと一応見る。29、はるかちゃんがなんか6のとこにいねえな。ルナだな。じゃあ一旦無駄にしたけどしょうがない。さてこの野郎、さっきはよくもカラデートなんてものをよこしてくれたな。球速は遅いな。初期値かこれ。確かに1回も上げた記憶がない。技術はねいっぱい稼げるから球速アピールで来たんだけど、まあ経験点はでもくれるね。やっぱりどうだ。野球マン1号6月の4週か。はるかちゃんこれな、美味しいけどな。はるかちゃん怖えな。ちょっとはるかちゃんやろう。追加、怒ってくれ。怒らなかったか。14、あーこれははるかちゃん案件でいいね。やろう。よし、 OK。 けリリーフじゃねえかよマジか。監督足りてなかったか。ちょっとね気にしないといけないのがあるからね。そうだな、練習試合で監督評価上がんなかったのがやっぱ痛いよな。リリーフ、何ボールか。何入らない、ストライクが入らない。コントロール A なのに。やばい、フルカウントになってしまった。おお、今ちょっと危なかったね。なんでこう打たれるんだこいつは。これは打ち取ったでしょ。風投げっていろんなとこ守ってんな。はるかちゃんはもう OK。 さなちゃん、まあポイントをもらいつつっていう感じだからね。ブーストはもうかけられないんで、これでも取っとこう。あと1回トリプルタックブーストをかけたいんだけどな。無理かな。変化球、どうだ。おお、12、まあやるか。使っちゃいましょう。溢れるものはないよね、例によって。ラッパが効いてんのもでかいな。ただただしょうがない。投げれん。リリーフだからな。お待たせ
ともに。あ、友沢とね、笠薙がいるんで。いるんでって言って点取ってくんないんだけど。だって友沢いて、風投げいて、千賀がいて、先駆けがいて、矢部がいるんでしょ。打線は十分強いと思うんだよね。あとは俺が抑えるからなんとかしてくれ。全然抑えられてない。第5球投げた、ストレートはボール、内角高め、カウント2ボール2ストライクです。うわ、これは打たれた。甘い。赤原か。今日4度目のバッター。やだな赤原。第2球投げた。外角低め、見送ってストライク、投げました。三振。よーし。ジャイロボールで仕留めました。メカニクス点取ってくれた。ピンチを迎えました。この同点を我慢すれば。投げました。これも空振り。これで追い込みました。投げました。いいね、いいとこ決まったね。ゲ、初球を危ねえ。ゲ、負けたマジかよ。監督評価が足りなかったのが全ての原因だな。もうどうでもいいわ。で、一応ルナさんは OK でしょ。サナちゃんも OK でしょ。で、はるかちゃんも OK でしょ。まあ、7,6008,000 もいかなかったな。これは特に何も入れる必要ないんで、まあ、だから安定して9000いくかどうかっていうところで爆発してっていう感じだよね。まあ、これもいかないんで、一応ハイスコア的には、34,000ですね。で、総経験点が、1万ちょっとというところで、特攻キャラボーナスはもうこれ以上上げられないんで、もう無理だねっていう。あとはこの暫定順位がどんどん下がっていくだけなんで、まあ1週間経ってね、どこまで持ちこたえられるかというところですね。ちょっとね、今回甲子園にすら出場できなかったんですけれども、一応特攻ボーナスマックスで、行って、まあ、あとはタックがどんだけ来るかっていうところですね。まあ、監督評価と彼女評価は気にしていかないと今回のようなことが起こりますということで、反面教師にしてください、というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。